ごめんごめんごめん。画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。さあやってまいりました、アウトラスト2、とうとう発売しました。満を持してのアウトラスト2。いやー、私のねアウトラスト1の方の実況をご覧いただけたでしょうか。まああれから何年経ったんだ、発売した当初アウトラスト1を実況してね、皆さんにはねアウトラストの続きはまだか続きはまだかと言われて、なんとかアウトラスト1、あの怖いながらにもクリアしたわけですけども、今回ねさらに恐怖を増して2発売と。オーストラリアで発禁っていう事件もあったしね、結局取り消されたけどもね。まあ体験版をご覧になった方だったらわかると思いますけども、もう体験版の時点でもう最強のホラーのねこの異名をね突きつけてきた体験版でございましたけども、今回も私やっていきたいと思います。ただね、まあ私の実況を見てる方だったらわかると思うんだけども、私ね恐怖のあまり下ネタが飛び出すから、その辺ご了承ください。さあやっていこう。コントローラーに適してるんですよ、もう完全初見プレイ。私久しぶり、いいかな、なんか反応が鈍い気がするけど、コントローラーの。さあ新しいゲームだ、まあ、ノーマルでいきますね。相変わらずこの難易度なんだね、クレイジーっていう。アウトラスト2には激しい暴力や流血表現、性的な内容、乱暴な言葉が含まれます。極上の恐怖をお楽しみくださいと。うん、もうそうじゃなきゃアウトラスト2じゃないよ。リン・ラーガーマンはフリーのジャーナリスト、アリゾナの州郊外にて一人の妊婦がありえない状況で殺された。不可解な事件の真相を追っている。あなたはブレイク・リン・ガーマン、彼女の夫であり助手でありカメラマンだと。あーなるほど、リン・ガーマンっていう人は女性なんだね、女性のジャーナリストなんだね。全てを記録に残すこと、リンもブレイクも戦い方を知らない。この砂漠で待ち受ける恐怖から逃れるには走るか隠れるか、それができなければ死ぬしかないのだと。まあ、前作もそうなんだよね。さあどうなる。なぜなら預言者の種は、敵を根付かあ、ちょっと読めないチップスが読めない。お願いブレイク、おどこなの。まあ、言うても私ね、あの今までホラーゲームでね鍛えてきましたから全然いけると思うよ多分。Jesus, Blake. Are you really sleeping? I'm awake. あ、女性出てきてる。I had to get that hospital footage organized. アウトラスト2でアウトラストで女性、可愛い女性見ることになると思う。Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no, no. I meanI was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. 子供だった頃の夢みたいなね。 Hey, we're crossing into reservation land now. 工場を探すんでしたか。そうだね。 Yeah. We can look, but there's nothing out here. 恐怖の館があるのかな。バイオ的な。She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. 上流の、垂れ流した水銀か。水銀かやばいね、それはね。もうとんでもないさ、モンスターがいそうな匂いがするよね。出たー、ビデオカメラ。すぐバッテリー切れるやつ。じゃあ、撮らせていただきます。ちょうど今ね、現実でも風強いんですよ。さあ、おっと来た。ここで、いろいろとチュートリアル的な感じなんでしょうね。あ、はいはいはい。そうね。あーなるほどね。現状で不明。自殺したっていうのと、インタビューの話だし、なるほど。まあね、こう激しいタイトルの方がね、視聴者をつかみやすいからね。
はい、いつでもどうぞ。2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant and alone. ええ加減にせえって。ごめん。いや、ここで美女を死なせるわけにはいかん。おじいちゃん、任せろ。おじいちゃんが守ってるせい。来たー、ラスト2もかっこよすぎやろ。この十字架逆にしてるのかっこよすぎやろ。私中二病患ってるし、ホラー大好きなんで、大抵のホラー映画ではね、十字架が逆になると、ここもそうさ、十字架が逆になるっていうね、状態になるんですよ。走り方、ここじゃ走れないわけね。まあ開くことあるよね、大抵開くよね、こういうのって。何ですか、あら、子供の写真、ジェシカですね。子供の頃の時ですね。あら、かわいい、かわいいね。これが開いた、キリスト像、キリスト像。いや、明るい、先生だ。暗、一応ガンマ値は上げてあるので、明るい、いつも、まあ通常より明るいと思いますよ。いや、明るいとこは安心するね、ほんとね。これアウトラストって走りながら後ろを向くみたいなコマンドがあるんですけど、今のところこれなんかできないですね。いやー、私言うても、あ、なんか懐かしい、こういうので水飲んでた、私も学校で。大人気だから。シャイニングかよ。シャイニングでああいうシーンあるんですよ。血がね、エレベーターが開くと血がザッバーンってくるんですよ。シャイニング。めっちゃ怖いです。ぜひおすすめです。見てください。谷に落ちたんだね。リンは大丈夫なのか？一生で、じゃあ、よし。リンちゃんのためならよいしょってね、来たこれ。超大切なアイテム。これがなければ生き残れない。え？うわ。あれ？あれもうやばいね。目標はいつでもこれで確認できると。目標、リンを探す。X で動画を見るってできるよ。さっき撮ってたやつ見れるのこれで。いや、さすがアウトラストですわ。怖いわ、これは怖いわ、もうリン怖いわ。お恥ずかしながら私が撮ったやつね、私が撮ったやつなのねこれね。身元不明の話、もういい加減にせよ、私本当に。いつでも確認することができると。えらいとこに私乗っかってるけど、よいしょ、よいしょと。まあまあ、私ね、ホライゾンやってきてるんで、こういうのは任せてください。あと、スカイリムでもね。暗い。もうちょっと頑張ってあげようかな、私。ちょっと、なんか、暗すぎないこれ。よし、これで、頑張って最高。隙間を飛び越えるには前進しながら A でと。あ、A がジャンプだからね。懐かしいね。え、こっからこう降りるわけでしょ。リン大丈夫かな。あー、これあった。よくマッチョ面からこれで逃れてたんだよね。で、降りるときは B と。昔に比べてちゃんとボタンで反応するようになってるんですね。これ重要なイベントはビデオに録画しましょう。カメラ RB で構えることができ、自動的に録画、録画自動的なんだね。わかりました。うん、点滅中はイベント正しく録画できています。赤いリングが古いになるまでカメラを動かさなければ
動かさなければ録画が完了していますと。うんうん。赤いリングが出てくるんだね。これね。Oh, shit. Jesus. 完了と。うん。で、これをメニュー開くとさっきのを見れることができると。やばい。いろんなもん取りたくなってくるねこれ。でも充電が気になるからね。リンちゃん。リンちゃん。どう行ったのかな。おじちゃんが見つけてあげよう。ただこれ、ここにはやっぱいないよね。死体がないもんね。おそらく脱出できたんじゃないか、リンは。おーっと、暗いから、これは。カメラを構えて、来ました、暗視。来たー。うわー。いやー、なんか懐かしい、懐かしい世界に帰ってきましたね。なるべくカメラのズームはね、私使わないでいこうかなと思いますよ。っていうのも、前回もね、前作でも説明。Oh, oh, fuck me! Fuck, 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 fuck! Whoa, 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 whoa! What happened in the crash?わわわわおズボン下ろされてるんやけど、もう早速っすか、早速なんすかこれ。やばいやろ、映しちゃあかんやつ映ったやろ。まだバッテリーまだ我慢よ、ギリギリまでバッテリー我慢するっていうのが私のやり方なんで。で、これで後ろを見ることができると。交換してやろう。これでね、後ろをすぐさま見ることができると。でも、走るボタンが押し込みになってるっぽいですね、どうやら。昔は、違ったんだけどね。あ、昔も押し込みだったっけ？暗い暗い。暗い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 。いや、早速ね、おひっちんを見せられることになると思いませんでしたよ。村？村か？ここは。お、もう明るいやん。っていうか、体験版でこれ来たところじゃないの。よいしょー！走り幅跳びの選手だったからな、私は。谷風ってやつやね。Hello?ノーク。I'm lost and hurt. あ、開いてないのこれ。入れないこれ。あれ、なんか体験版入れたよね。入れないか。裏側から入ってみましょうか。あ、無理っぽいな。なんか体験版入れた気がしたんだけど。お、あそこに教会みたいなのあるな。絶対行っちゃいかんやつやけどね。さて、妊婦中の女性が悲惨なことになったということなんだけども、なんかこういうところに充電器あるんだね。なんで今閉まった？なんで目の前で閉まったん今の。Hey! Hey, man! Oh, shit! そこの人と言う前にさ、ズームすることができると。充電が気になるけどね、このままだと。僕はもう耐えられない、僕らがやってしまったことや我が子たちと離れ離れになることにも、だから僕はこう行こうと思う。君を置いていくことを許してほしい。神をこの最後の、憎を許したまえと。読めないんかい。彼らを差し出す必要があったことは分かっているけど、僕の心はズタズタに引き裂かれて、もはや生きていく気力もない。もうすぐ再起の時が訪れたら、神がこの罪によって僕を永遠の炎で焼かない限り、僕らはまだ一緒になれるはず。その時まで大神父クノースの腕の中で必要とする女の喜びを見つけて。女の喜び？トム、トムよりということですね。いや、手紙読んでる間充電器減ってなかったよ。便利や。おっと、来た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 。大切なやつ。バッテリーの本数を確認するにはこれ。うん。バッテリーの本数どこに書いてあるのこれ。あ、ここにある。ここにありますわ、バッテリーとか。あ、そう。
いやー、まさか動画でインコを映す頃になると思いませんでしたね、私もね。あ、キリスト様、イエスキリスト様、お、入ってるの？うん、入ってるみたい。トイレかな？あれトイレだろうね。まあお腹壊すこともありますからね。目だけ光ってたやつ。さて、いましたね。いや、でここの住民がもう狂ってることはね、もう承知なんですよ。ここで覗くやつね。向こうも見られたわ。向こうも見られたわ。嫌な感じだよね、ここの村の人たちってさ。人のことなんかもうほんと化け物みたいな目で見るから。うわー、ひどいひどいひどい。うわ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 、これひどいね。一応写真撮っておきましょうか、後でね。体験版で、いや体験版で来たとはいえ、やはりなかなかのインパクトや。あら、あら、人形と、人形となんかもうズタズタになった死体ですね。声聞こえる、声聞こえる。こんにちは、大丈夫？大丈夫？助けたろうか？いや、昔みたいにバーンじゃないんだね。包帯だ。包帯の所持数ね。右が包帯みたいですね。はい。深暗なる男神父様、我らが愛しき神からの、啓示が続いており、まあ、この辺、気になる人は、読んでみてください。うん。私も読んでおきます。止めてみてください。ベッドの下に、あ、隠れることができると。まあ、まだ隠れる場合ではないですからね。これね、いつでも役立つと。うん。あとはこの下ね。まあ、追い込まれたら、ここに隠れましょう。さあ、行こうか。急にバーンってのやめてね。さすがのおじいちゃんも心臓が飛び出るから、ちょっとやめてね、そういうのはね。バッテリー。ほんと命綱ですからね。こういうところにもないか。オッケー。さあ行きましょう。ずんずん行きますから私。レック。あ、これか。行方不明の子供たちなのか。いい顔している。うん。こん中だな。こんにちは。柏木ベルグラド、申します。お、開かないぞ。柏木ベルグラド、ちょっと待って、ドア開かないぞ。これ積んだぞ、こっちか。おっと、びっくりしてない、びっくりしてない、びっくりしてない、大丈夫、びっくりしてない。あの、例によってね、恐怖のあまり充電器をね、あの、見逃すこともあるかもしれません。ここは開かないね。うん、このデブのおっちゃん何なのかな、太っちょのおじさんは。はいよっと。ああ。わあ、この先絶対あれやん、もう。あの、おひんひんを、おひんひんを。あれされるところやん、もう。これ体験版見てない人ね、知らないと思いますけども、やばいんすよこの先。おお、なんか足速くなった。足速い、足速い。なんだこれ、なんだこれ。来た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 。これ怖かったよね。うん、はいね。お、そうそうそう、ドキュメント、サンバの嘆き、赤ん坊が生まれるわ、探検を用意して、赤ん坊が生まれるわ、夜のサンバさん、敵の、母は
内から汚れ、神の子は罪にて救われると。あ、もう歌ですねこれ。いや、こういう武器持ってこうや、もう武器持ってこうや。あった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 。うわあったあった。うわあ、子供たちの死体ですよ。いや、神の名のもとにおそらく殺したんでしょうね。暗い、まだここも暗いっすわ。あー、やだ、いやーやだ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 。風のせいで揺れてんでしょ、ここは。こういうお化け屋敷作ったらもうみんな漏らすよこれ。あ、ここ通ってけどね、あったねそんな。あらよっと、しゃあないな、バッテリー交換するか。ほんと命綱だからなこれ、エナジードリンクみたいなもんだから。急に来るからな。さあ、つぶつぶついついよって。基本的にねこれ、これ忍んでもこういうところはね大体見つかるから、もう堂々と私は歩きますよ。こんにちはって言いながら堂々と、皆さんお元気ですかみたいな。デッドバイデイライト。ごめんごめんごめん、ごめん、嘘でしょあの、待って待って、あの初見殺しも大概やろこれ。という夢を見たんだ。これ見つかっちゃいかんのやろこれ。要はこれこういう感じでしょ。わかるわかる。こっちのこれ端っこから行けばいいんじゃん。任して任して任して、観察してみましょう。まず敵の能力を観察してみよう。この辺から来たから任してくれ。ただノロノロしていると充電器が切れるから。裏手に行きますよ。よしよしよし、裏手行った裏手行った。この先いるから、この先いるから。覗いてみますよ、ちらっと覗いてみますよ。ごめんごめんごめんちょっと嘘でしょこれという夢を見たんだという夢を見たんだ。追いついてみろやという夢だ、これは夢だし死に方という夢を見たんだ。こうやってくるっと回っておびき寄せてからこう行けばいいんじゃないの。そういうことやろ。あったあった、ここだ、ここ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 、きょ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 、あいつをおびき寄せてからの下を通ると。危なかったな、クソババー。こっちがジジイだからって調子に乗りやがって。ばあちゃんよ、私ばあちゃん大好きなんだから。一部のものは近くで X を押すと動かせる。便利じゃないか。これで階段を使えていくことだな。そういうことだろ、あれが届かないからね。でこうくっつけてで登ればいいわけでしょ。 OKOK。 いやー、最初の敵はあのばあちゃんなんだね。やだね、嫌な感じだね。それなんかの、お話みたいですね。 OK。 さて行くか。この席か、屋根裏部屋か。
なんかライトがついてるぞ。私こういった秘密基地好きだね。あんまり音鳴らさないで。あのばあちゃんが、あのクソババアが、あの気づくから。お、メガネ。ジーサス。God wants me dead? Okay. いるんこれ。いるん。ばあちゃんいるんこれ。やめて。本当に。よし。行きたくないけど行きます。男は行かねばならぬ時があるのよ。ね。お邪魔します。お、裏口に出たぞ。お、こっち側に行ってこの窓の中入るんだろうけど、こっちになんかないかな。 X で隠れる。まさかここに隠れられるのか。これはあ、これいいね。これた使いたいね。あのばあちゃん出てきたらこれ使いましょうか。 OK。 じゃあここに入りたいと思います。カメラのマイクを使うと壁越しに音が聞こえ追跡できる。マジでこれだ。ファックス合ってる。え、声聞こえてくんのこれ。開けてみようか。クラ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 。いやー怖い。いた。歌ってる。いや、ごめん、分かってる。ごめん。のふざけやがって、あいつ。B を押すと腰の高さの草むらに隠れることができる。ハキオヤジ。そんな夢を見たんだ。あ、鍵かけるでできるやん。ほら、よかった。これでいいやん。いや、これしたからってさ。マジか。こっちか。いけるな。あっちは正規ルートじゃなかったわけだな。よし、こっちか。いきます。いや、体験版とだいぶ違ってきてるぜ、容量が。ただ音は遠いから。リローディング。この窓の中入りましょうか。向こう側多分やばいだろうね。近いぞ。声が近いぞ。いや、ほんとメタルギアかよ。入れないのか。うわー、ハゲオヤジ頭が泣いてやる。なんかおじさんたちが気が触れてますよ。なんか光で。ほら。おどうしたあんたたち。頭がどうにかなったのか。こんなとこでゆっくり見てる場合じゃない気もするけど。何、誰かが助けてくれたってことこれ。さ、来た来た。神は答えた。めっちゃじゃんやこれ。え、行き止まりやん。相手はキリストの敵だ。神の真似事をしているだけでは到底可能ない。キョ。神になる必要がある。来たな。変な宗教来たな。行きましょう。おら、コンチャー。ダイナミックコンチャーするか。ここにいるのか。こっち側だ。靴輪を外せ。やばいな。拷問リンが
リンが両軸受けてしまう。これはリンがまずいぞ。私のリンがやられてしまうのか。いやらしいことをやられてしまうのか。ふざけやがって、うちのリン、私の妻のリンちゃんを。あーやばい、なんか今行くぞ、今行くからな、任せろ。うわうわ、なんだこれ、拷問室か。暗い暗い、この中入んないといけないのかよ。うわうわ、変な声聞こえる。うわ、集まってるな、これ集まってるな。バッテリーいただこう。下なの？ドキュメント入手。ポールへ。あなたは大神父様の信頼が厚いし、今から言うことをクノー様に伝えてほしいの。できれば杞憂であってほしいし、事実とは思いたくないけれど、大神父様の助祭長バルが今朝夜明け前に私を訪ねてきて、ある提案を持ちかけてきたの。要するに、察するにバルは何かの秘密を差し出そうとしているようだった。本質的に卑猥な何かを、けどバルの性格とかを考えると私はすごく恐ろしくなって、そうした誘いに乗ろうとは思えなかった。バルは詳しく説明しなかったけどこう言ったわ。我々の心の中に大神父クノースの手が届かない場所がある。実際のとこバルの関心は私の心じゃなくてそれ以外の場所にあったみたいだけど、バルには少し考えたいから、今夜また会いに来てって伝えた。クノース様が、敬遠な者たちを何人かこっちへ送り込めるようにして大神父様の協力が得られるといいけど、だってすごく恐ろしいからということみたいです。私の語学力よ、全然じゃないが。向こう側に行けと。 OK、 行きましょう。え、これ引っ張れる、もしかして上を行く感じこれ。あー、でこのろうそく持ってきたい。あ、ありました、ありました。リンの声、リンの声か、これ。いた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 、リンか、君が。そんなわけないな。あった、鍵、牢屋の鍵。さあこれで開けましょう。おっとっとっと、ビクンビクンビクンピ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 クン、ほんとやめい。ピクピクするからやめい。これ大神父様なんでしょうね、これが。おそらく女は反キリストをはらんでいると。上みたいですね、これ。上に行きましょう。これ大神父様の食堂なわけね。全部破壊してやりたいところだけども。おお、いいじゃないか、充電器いいじゃないか。さあここの外にも行けるわけ。あ、これ無理だね。2階に行きましょう。天井低いな、おい。クリアリング、クリアリング。大切ですから、クリアリングが。クローゼットの中ね。隠れなきゃいけないことが起きるの、これは。なるほど。クノースの副音声。鍵を外しましょうか。まずい雰囲気がするぞ。汚い手をどけて、私のリンに何するつもりだ。今夜はイチャイチャしようと思ってたんだ、私は。あ、いた。ここのドア開け。リンや。
リンちゃん、え、私も降りた方がいいかな、これ。これ高いしな。あ、オッケー、いける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 。リン、大丈夫か。よし、愛しのマイハニー。いた。ちょっと待って、私も置いていかないで。逃げよ。行こう。ね。神の引き合わせと実績解除する。Anywhere but here. そうだね、遠く行こう。喋ってる場合じゃないでしょ、これ。あ、手引っ張ってくれてんの？手引っ張ってくれてる、かわいい。凛ちゃんかわいい。後ろは？後ろ大丈夫？お腹？どうしたの？何か入れられた？エイリアン？え、何入れられたの？待って、怖い怖い。後ろ怖い。僕もう子供の気分に戻ってる。怖い怖い。お母さん怖い。少し痛い。どうされた？ちょっと腹見してみ。ちょっと服脱いでみ。墜落した時、心配な俺がついている。こっから逃げよう。思わず冷静さを私も失ってしまいました。私、そう、クールな感じでやっていくつもりだったんだ。ブレイクお願い、聞かないでと。植え付けられた種を。種を植え付けられた。やばい。勝手に黙って、あれされた？マジで勘弁して、こいつら本当に。どうにかしてやる。正気じゃないね。子供をはらんでるって言われてるよ、でも。悪魔を身ごもってるって言われてるよ。種を流し込んだって言われてるよ。マジで言えないの？もう待って。大腸やつ、女の腹から悪魔をえぐり出し、その足、マジか。Stay back! Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. あ、これいや。No! ちょっと待って、抵抗できないのよ我々。God wants the child. Get off me! God wants the child. Lin! Lin! うそやろ。リンどうなんの？リンどうなんの？嘘。なんだ何か通ってる。何今の。あ、おばあちゃん。違うな、あいつ。なんか右にいるから、右になんかかじりついてるから、私の膝にかじりついてるから、おいしくないから、そこおいしくないとこだから。何してんの。もう右膝にかじりつくなって、お前。右膝だから、そこ私の。あ、誰。おばあちゃんじゃないや。Not like I do. なめんなや。なかなか美少年じゃないか、なに。なかなか美少年じゃないか、おい。We have mother.I think I'll see you again. また会う。いや、会いたくはない。そう、右のやつ何なの？右の膝大好きなやつ何なの、あいつ。いた。あいつ、後でな、殴り返すからな、ほんと。あいつ、ほんと、解放してもらった。リンどうなったの？リンどうなったの？え、連れてかれたんでしょ、これ。え
どうなったの？でこいつは死んでて、でここら辺のやつらも殺されたんだよ、ね、異教徒と呼ばれていた母親だと。ただのカルトじゃないと。派閥が2つ、キリスト教徒と別の何かだと。いうわけで今回はこの辺にしたいと思います。長くなりすぎるとね大変なのでね、またね、これ毎日上げていきたい。もうアフタラスト早くね先が知りたいし、私これ皆さんがね応援してくれないとね続けられない多分怖すぎて怖すぎて続けられません。うん、よかったらねコメントとかでね盛り上げていただけたらなと、評価とかしていただけたらありがたいでございます。そんなわけで皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。また続きやっていきますね。お疲れ様でございました。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。